初乗り料金730円になります。どちらまで行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。桐生さんじゃの。陽明連合会会長クルスからの伝言ですわ。この町から即刻出てってつください。理由は？親父からの命令ですけ。理由も何もないわ。なら俺もそんなもん聞く義理はないな。ほうですか。こっちも手段は選ばんど、大っぴらにやっても構わんのじゃ。話はしまいじゃの。踊れな、ぶち壊したれ。Hmph!
す。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。昭和の黒幕と呼ばれた大道寺実氏ですが、今は面会謝絶ということで、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いているとみられています。大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ。あ、兄貴、なんじゃい、いつ帰ってきたんじゃ。連絡しなくて悪かったな。それよりユータは無事なんすか。ああ、ただあいつはカムロ町に置いてきた。今まで何があったんじゃ兄貴。そいつを話しにここへ来たんだ。みんな座ってくれ。話がよう分かりませんわ、兄貴。おやっさんがローを殺すためにユータを道具にした。で、一緒に死ぬように仕向けた。あんたの話はそういう風に聞こえるんじゃがの。奇遇じゃの、頭。わしもじゃ。俺もローから聞いた話だ。だが、広瀬の親分は今どこにいる。最後にお前らがあの人を見たのはいつだ。おやっさんがブラッと出ていくんはいつものことじゃ。そのうち帰ってくると思いますけ。もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、そこへ親分が現れるって話だ。その時はあの人はユータやロウのように俺のことも殺そうとする。それもロウが言うとるだけだろうが。ああ、確かにな。わしと松永はノウは兄貴、ほんのガキン頃から広瀬のおやっさんに世話かけてきたんじゃ。わしらは父親がおらんかったけ、あん人がずっと親代わりよ。広瀬一家の歴史っちゅうんは、そんじょそこらの組とは違うんじゃ。それを中国マフィアのたわごとに踊らされて、わしらにおやっさんを疑えっちゅうか。どうなんじゃ、あ、キリュウの兄貴。ロウの話を頭っからお前らが聞く気になれねえのは分かってる。俺だって信じたくはねえ。信じとうはないが、
信じとるっちゅうことかい。ほいじゃったら、キリュウさん、わしらはもう、あんたを兄貴とは呼べん。だがもし、尾道の秘密を前にして、そこに親分が現れたとしたら、お前らは、うちに親試すようなバカはおらんで。わしらは黙って親の言うことに従やあええ。我も元極道じゃったら、分かっとるはずじゃ。都合のいい時だけ、極道風吹かすのか。我ら、なんじゃあ言うなら。キリュウさん。ほうじゃ。わしらの頭をバカにしとるんか。踊れら手出すな。表出やキリュウ。わしと差しで蹴りつけたらんかい。またお前とやり合うことになるとはな、南雲。できればお前を殴りたくねえ。好きにしたらええ。じゃが、わしは手加減せんど。広島ヤクザの意地注文を見しちゃる。我も殺す気で来いや。終わらせてやるよ。じゃあ踊れる。まだ終わっとらんと引っ込んどれや。違うんじゃ頭、邪魔が入ったで。本家の連中じゃ。続きは後だ南雲。じゃがこいつらは何の目的じゃ。クルス会長からの使いだろう。俺が尾道にいるのが気に食わねえらしい。あんたが尾道の秘密を暴こうとしとるからか。もういい南雲。連中に俺とはもう切れたと言え。そうすればお前らは見逃してもらえる。今さらそがあなみっともないまでできんわい。ええんじゃな頭。本家の連中に見せたでや。わしら広瀬一家がなんぼのもんかちゅうのの。南雲、クルス会長が尾道の秘密を守ろうとしているのは間違いない。ほうみたいじゃの。ほいじゃが、おやっさんもそうじゃとは限らんで。親分を信じているならしっかりその目で確かめろ。
聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃなんねえ程度のもんじゃねえだろう。当たり前じゃ。え？あ、ほいじゃ秘密を暴きに行くんか、頭。でももし親父さんがわしらをそのほんまに襲ってきたら。もしもの話はもうええんじゃ。わしはええ加減そがにややこしい話はもうごめんじゃ。組の子分がおやすさんと会うのにいちいち迷うことがあるんか。わしも腹は決まりましたけ。あんたと一緒に尾道の秘密とやらを暴く。ただしわしらが動くんはあんたにおやすさんの無実を証明するためじゃ。それが分かった暁にはしっかり詫び入れてもらわんといけんど。ああ、そん時は俺のことを好きにしていい。男に二言はないの、桐生の兄貴。また兄貴じゃ言うとる。相変わらず勝手なお人じゃ。踊れも腹は決め、松永。田頭もええの。で、どこ行ったら尾道の秘密を暴けるんじゃ。こいつは牢に託されたある場所を示す暗号らしい。ただ問題は俺にも牢にも読み解けなかったってことだ。あ？解読するにはお前らの力が必要だ。これが牢から受け取った画像だ。なんじゃこりゃ。牢が渡した暗号ってこれだけか。ああ、この暗号がどこかの場所を示しているらしい。使われとるアルファベットは J、B、R、N、M、E、O、I、K。 使われとる数字は7、7、36、1、7、9、22、1、1。見る限りアルファベットと数字がワンセットになっとるようじゃの。ああ、これはもしかしたら開示暗号かもしれん。開示暗号？わしもネットでしか見たことがないんじゃが、例えばこの J7 で何かの文字一つ、 B7 で別の文字一つを表しとる。これを解読すると何かの文章になっとる気がしますわ。ほう。あとは開示表さえあれば解けるはずなんじゃが。開示表？この暗号の元になっとる文字表ですわ。例えばあいうえおの五十音表をこんな風に数字で置き換えたものが開示表じゃ。この開示表をもとに「こんにちは」を表すと15100423251という数字で表せる。ほう、なるほどな。じゃあローの暗号のもとになった開示表が何なんか分かればええっちゅうことか。そういうことになります。確かローは尾道に詳しい人間であれば何かわかるかもしれないと言っていた。もしかしたらその開示表ってのはこの土地に古くから関わっているもんなのかもしれない。よっしゃ、わかった。暗号に関係しそうなものなら何でもええ。今からこの土地を片っ端から調べるんじゃ。へい。